聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたとは。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのかいまいちわからないな。よかった。あなたが無事に戻ってきてくれて。それで何があったの？予想外のことでも起きた？安心して。あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしてもまさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作府もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ。受け取って。他に質問はある？あなたが手に入れた処方箋については私の専門外なの。何人か信頼できる端子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談してみて。そうすれば新作府も方針を定めて解毒剤を用意できるだろうから。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づいてるなら、そろそろ新作府も捜査網を狭める頃合いだね。処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。こんにちは。何かご用でしょうか？なるほど、新作府の仕事で来たんですね。処方箋を見せてください。お？これがよそから来たものなら、いろいろと言いたいこともあったんですが、新作府の仕事なら仕方ありませんね。この処方箋は理解できません。おそらく他の端子に聞いてみても同じでしょうね。端子長である端数様に聞いた方がいいかもしれません。端数様は奇抜な発想をすることで知られています。彼女が準備した処方箋は彼女の説明がないと私たちにも理解できないんですよ。でもそういううさんくさい処方箋ほど神がかった効果を発揮することが多くて、つまり端数様は天才端子なんです。彼女が目の見えない転結者だなんて信じられません。休憩中は若木邸にいるはずなので、そこに行けば彼女に会えると思いますよ。
お待ちしておりました。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚を失うと他の感覚が鋭くなりますから。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか。ありがとうございます。うん、確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。センサーを直せる？画像だけって、ここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして、早く向かうとしよう。早くしてよ。静寂、あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気、たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの。うわ、もう。どうも、品位あふれるお三方、あなたたちが例の気品だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番カン。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふぅ、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。ずいぶんと待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃ。あ、見て、あれって。あれは
剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね。今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国ムカロクによれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり、空に至るほど高く枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら泉州よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるから、もう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。鬼だの何だの、レンジフードの掃除から精査の修理まで。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらさ。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ほら、ここだよ。ずいぶんと詳しいんだ。性格やら寝食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせると、また頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっと。なんてね、今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。すごいね。先週人でもないのに本当に門を開けちゃった。大牧師キママハ総帥の称号を譲っちゃおう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。
っからが本番だよ。もっと。礼儀がなってないわ。誰かな。しつこい。あの世に送ってやる。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ。玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに、構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば、玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり宝眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。
大木様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふん、私は誰かと違って大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、古本自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。静寂、この件はお前に一任する。それからさっき聞いたことは全て忘れなさい。恩を仇で返すなんて、ご褒美がもらえると思ったのにまた仕事が増えちゃった。大木様があなたたちを陣の元井まで案内しろってさ、どれだけ苦労して書庫に移動したと思ってるの。サボるのにぴったりな場所なんてもうないって。全部パーだよ。私の気ままな大牧師キャリアが全部パー。しくじったら大牧師から追い出されるかもしれないし、うまくいったところで今後たくさん仕事を押し付けられるだろうし、こんなことになるって知ってたらあそこでパイを続けていればよかったな。列車の諸君、久しぶりだね。まずは礼を言わせてくれ。諸君のおかげでラフは無事カフカを捕らえることができた。カンパニーは性格ハンターに大金をかけているが、今までに逮捕したという記録はない。これで先週は一歩先に進めたというわけだ。この件が終わり、性格の災いも退けられたら、カフカは先週にとって無用の存在となる。懸賞金が欲しいなら君たちが連れていくといい。同盟はカンパニーの懸賞金などに興味はない。だがあのジンは先週の重罪人でもある。だから渡すことはできない。今のところカフカが口を割る様子はない。性格ハンターの意図を明かすには
やはり大木氏の力が必要だ。その意図を明かす方法とは、旧館の陣でカフカを審問することか。その通り。大木氏の秘宝たる旧館の陣は、本来は船の航路を占い未来を問うためのものだが、性格ハンターの秘密を解き明かすためなら、たとえ条理に背くことになっても牧山で彼女の意図を占うしかない。旧館の陣が運行できるか否か、それが事の行く末を決める。だから諸君にも協力を頼みたい。どうか大木殿に助力し、儀式を成功させてくれ。ほら、ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。